私は都を遠く離れた異国の地にいます。今の暮らしは正直言ってとっても苦しいです。ああ、もしプリンセスになれてたら贅沢な暮らしができたでしょうね。でも私は後悔してません。これが自分で選んだ生き方だもん。毎日大変だけどとっても充実していますから心配しないで。今の私はまだまだ未熟者だけど、いつかは一流と呼ばれるようになりたい。もっともっと修行を積んで自信がついたら帰ります。その時はどうか私の成長した姿を見てください。それまでどうかお元気で。Thank you.